リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はですね、サナちゃんの餌問題の解決をね、いろいろしたくて、まあ冷凍のねマウスを、ちっちゃいピンクマウスをねあげているんですけれども、まあそのこれはね、私のただ勝手な個人的なものでございますが、まあ、フクロモモンガをね飼っておりますので、なんだろうな、ピンクマウスはね餌だっていうふうに思ってね、慣れようじゃ慣れたいところなんだけど、それでもちょっとこう、なんか生々しいなっていうのがあって、人工飼料にならせたいと。でモニターフィードっていうね、今この子たちにもあげてるやつなんだけど結構ねそれを食べてくれる子もいるというのをね、ちょっとツイッターとかで見てまして、まあ、モニターフィードじゃない、まあ、トカゲ用の餌とかでもいけるということなんですけど、でその人工飼料にならすためにどういうふうにしていくかっていうところで、まずそのなんて言ったらいいんだろうかな、そのネズミ汁っていうのをねみんな書いてたんだけど、ネズミの体液をその少しだけ、モニターフィードとかそういう人工飼料に湿らせて、でネズミのその匂いで勘違いして食べていただくみたいなことをするらしいんですよ。でどうやんのかなって見たら、その冷凍のネズミのね、冷凍のマウスのね顔の部分をハサミでとかそういうので切るんだって。で中の体液血とかをね出して、それを締め込ませてあげるんだって。で、もう今ねそれをねやろうかなって思ってるんだけど、これなんかね変な鳥肌が立って、だってねネズミちゃんをね切って体液を出すってふぃーってなって、それをね今からやります。映像には映しません。だって残酷じゃない？だからで、そのネズミちゃんはネズミちゃんで餌としてあげようかなとは思うんだけど、ちょっと待ってね、今ネズミちゃんをですねお湯で温めて、本来はねお湯で温まってる状態でサナちゃんとかにあげるんだけど、大丈夫かな、ちょっとそれやる前にさ、あなたたちこれ食べない、あなたの子ね、はい、シフィーシフィーシフィーいらない、シェフィー、あんた水交換したらすぐさあうんちするんだね。はい、どうぞ。いらない？水浴びとご飯は両立しないんだね。水浴びとご飯は両立しないんだね。なるほど、そういうことを今初めて知ったわよ。君食べる？これちょっと食べる？あんた食べないよねこれね、モニターフィードできればあなたもねモニターフィード食べてほしいの。食べないね、ちょっと置き餌にしといてみるかこいつ。モニターフィードはよいしょ。あー怖いね、もう人によってはねそんな風に思うんだったら、ね、蛇なんて飼うんじゃないよとか言われそう。行きます。あーここ切るの、ここ切るの、あーやだよー、あーマジでこれ、いやーマジーこれこれこれを、いやー気持ち悪いよー、あはは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 、これを締め込まれて、なんだ、あはは、食べんのかな、今締め込まれてたのがこれ、シフィじゃね、サナちゃん、サナちゃん食べるかな、
さなちゃん出ておいで。これじゃ食べなさそう。ちなみにこっちのマウスをこうピロって見せたら食べるのか。今からマウス映りますよ。でも顔映さないようにするね。あの顔の方はしょうがない、私切ったからさ。どうぞ、食べる。これそもそも今ご飯のタイミングじゃない。ご飯食べるね、あのこれ。あ、食べたわ。やっぱネズミなのかしら。あ、食べたわ。映ってないね、そしてね、あのあそこで食べてます。サナちゃん、サナちゃん、今週、いや、あのこの間24日の時にもねあげたんだけど、今日も日曜日でございまして、取るわ。もうで床材も一応にあれ食べちゃうな。ちょっと床材ポロポロ落とすか。もう口に入っちゃってるからこれ以上はいかんやろ。やべ、話しちゃった。でも多分食べるじゃん。はい、ちょっと入ってて。もう一回あげるからね。もう一回あげるからね、かなちゃん。よいしょ。ロッペさんは違うのよ。今さなちゃんのご飯の時間なの。ちょっと映せるかな。ひー、マジか。あー、ダメだ。なんか人工飼料に慣れさせるためにっていうところ私できないかも。なんかもうだったらまだマウス見る方がいい。なんかヘビちゃんのさ、頭をこうジュジュシってやるのがさ、ちょっと一番苦手かも。はい、どうぞ。サナ、サナ、サナ、サナ食べよう。さっきごめんね、びっくりしたでしょ。あれ食べない。サナちゃん、サナちゃん、サナちゃん、トグロ前で後ろ行っちゃった。サナちゃん、はい、どうぞ。どうぞ。あ、床材がすごいつくな。はい、ちょっと。あ、気づいたけど食べるまで時間がかかりそう、これ。これはこのまま置いとこう。なんか食べる気配がねえな。ゆっくりなんじゃない、作るのね。食をしてるわけじゃないから、まだそこら辺はいいかなって感じですね。サナちゃん、
はい、どうぞ。サナちゃん、なんか今食べなさそうだな。そう、今のは私が悪いかな。サナちゃんのご飯はまた後であげようかなと思います。いやー、でも、人工飼料にならすたびに体液出してどうのっていうのはちょっと私難しいかもしれないね。なんかヒーってなった。あら、ロッペ様たちが出てきたわ。え、ご飯食べる君たち。ロッペシェフィー、じゃあロッペシェフィーじゃない、ロッペルフ。動画長くなっちゃうけど、食べそうだったらあげてみるか。これ、あ、落ちちゃった。はい。はい、ロペ。あ、ロペ食うね。ルフがな、まだバクバクは食わないんだよな。あ、でもルフ。君そもそも尻尾プリプリに育ってるからそんな食わなくていいやろ。ロペ落ちてんのよね。ね、ロペ、あんた食べんの下手くそよ。ね、落ちてる。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。水が足りなくなってるから、水入れて、よいしょ。ちょっとサナちゃんはまた後でご飯あげようかな。ということでね、サナちゃんの人工飼料慣れさせ作戦でございました。作戦は、失敗に終わりました。私が、すごい鳥肌立ちながらやってます。普通にそれだったらピンクマウス解凍して食べさせる方が絶対いい。はい、ということで以上でした。よかったら次の動画もね、チャンネル登録だったり高評価とかね、お願いします。バイバイ。怖いよ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。